スタダムの2周年記念大会で最後締めることができて光栄に思います。正直きつかったですね。きつかったけど、ここで倒れるわけにはいかない、その意地だけです。肩上げれたの、立ち上がれたのは意地だけで、どっか気が遠くなりそうな時もお客さんの名前っていう声に現実に戻してもらって、立ち上がれたんで、チャンピオン高橋奈々江っていうのは改めて自分一人だけで立ってるんじゃなくて、お客さんのみんなと、そしてセコンド奈々江軍団のみんな、一緒にチャンピオン高橋奈々江っていうのがあるんだなと今日実感しました。木村選手がラフではなくて、ああいう関節技なんかで攻めてきたってちょっと予想外でした。いや、予想外とは違うかな。だってそれが当たり前のことだから。今までがやれ場外だ、やれ狂気だ、そっちの方が頭おかしい、そうやってなりきりヒールはもういいんで、このスターダムのリングでは、こういう姿で身をもってああやってお客さんに見せれんだから、胸張って木村京子ってレスラーをスターダムでしっかり作っていきゃいいじゃん。私はそう思います。試合前に裸の王様だとか言われたのが本当になんかもう周りが見えてないなとすごく思ったんで、今日木村京子がその勘違いに気づいてくれてればいいんですけど、見ての通り素直じゃないからどういうふうに思ってるか分かんないですけど、今日勝ったのは高橋じゃない、それは間違いない、これで文句ないだろうと。でも本当にいろいろスターダム旗揚げしてからね、順調に思われていると思うんですが、順調なところは順調に、来ているとは思いますが、そうじゃない部分もたくさんあって課題もたくさんあるんで、努力し続けなきゃいけないなと思いますし、両国大会を成功させるというのはとてつもなく大きなことなので、私は今まで通り、今まで以上の努力を惜しまずに、今年は立ち向かっていこうっていう強い気持ちを念頭から持ってるんで、もっともっと世に出たいし、世に伝えたい、そう思ってます。で、私がチャンピオンで気に入らない人がいるんだったら、力ずくでこの立場から私の場を奪えばいいんですよ。そうじゃなきゃ面白くないし、戦ってる意味がない。それを真っ向から私は受けるつもりでいるんで、誰が来ても構わないと思います。